さてブラブラ YouTube なんですけどもね、はい、うん、今回は東京国立近代美術館で大竹新道展、うん、はい、ね、たっぷり見ましたね。いかがでしたか。いやもう密度濃かったですよ、本当に。なかなかでしたよ、このパワーは。パワーすごいですよ、うん、30分シリーズなんて、うん、普通に部屋に飾れるサイズがあったらもうすぐ欲しいぐらい。でドスネグのスクラップ棒も僕は好きです、ね、あれ欲しいね。欲しくなるし、やっぱ生で見るとやっぱ立体感もやっぱあれじゃ写真じゃわからないじゃないですか、うん、多分だから本当に来ないとダメですね、これはね。結構重いんだよ、だからさ。で重いしだろうし。そして今日はなんとですよ、はい、大変スペシャルな方が登場してくださ、はい、まさかの大竹新道さんご本人。申し訳ない、ありがとうございます。ありがとうございます。 YouTube にまで出ていただいて、これは大竹新道の無駄遣いすごいですよ。いやすごい、確かに、はい、なかなかですね。なかなかですよ、本当に。いかがですか、長い時間お付き合いいただきまして。いやいやいや、なんかこういろんな方の新鮮なね、この特にほらこれは高い店に合うんじゃないかなああいうのがすごく新鮮ね。これなんかあの高い和牛とかはいはい、はい、高級の店に飾ったりそうね、って感じしますよね。嬉しかったです、ね、よかった、ね、怒られるんじゃないかと思いながら、ね、いやいやいや、やってましたけどね。ところで我々がですね、こちら東京近代美術館入ってくる前に、はい、美術館のテラスに設置された宇和島駅、はいはい、ありましたでしょ。あった、かっこよかったね。大竹新道さんが宇和島駅から持ってきた、はい、交渉してね、うん、いただいたという。もう日も暮れてちょうどいい感じに検討されてるっていうんで、うん、せっかくですけど、なんで大竹さんと一緒に、確かにこの夜の宇和島駅を見てみたいと、一緒に見たい、はい、いいね、いい赤だねこれ。確かにいい赤だな。いい赤、いい赤。めちゃくちゃ合うじゃないですか、もう建物と。合う、建物と合う。そうですね。何これ。これやっぱり考えたんですか、この赤はね。これはね、この文字を撮った時っていうのはネオン管なかったんですよ。で、あとはこの自分で想像した赤なんですよね。だから実際の色は誰も知らない。知らない。でもなんか昔の赤ですよね。そうそう。古い赤。やっぱネオンのこのガスが発光してる色だから、やっぱり LED とは違う。違いますね。なんか深みがあるんですよね。そうだそうだ。いいね、夜、夜いいね。夜ね。はい。本当に最高です。はい。ね、というわけで放送ではですね、はい、本当に贅沢なことに大竹新道さんご自身が作品の解説もしてくださいますんでね。貴重ですね。で皆さんそちらもチェックしていただけたらと思います。はい。はい。はい、大竹さんすいません、今日はこんな時間まで。ありがとうございました。ありがとうございました。